こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。いやー、朝ぶりですね。こんばんは。ヤッホー。さあ、朝より元気そうですか？顔顔ちょっとマシになってますかね。ツイッターに、どうやってやったらいいの？これ配信してるって言いたいんですけど、難しい、やっぱりわからないんだな、やり方がわからん。元気ですよ。そう、連携はできるようになったんですよ。そう、昨日やったんですけどね。わかんない、いや聞こえてますか？あ、聞こえてる。目の腫れちょっと治ってますか？まあ一日経ったからね、むくみは治ったかな。今日は初一人映画に行ってきたんですよ。え、もうね、もう行かない、一人じゃもうもう行けないって思いました。なんか大阪来てからは一人でいろんなとこ行くようになったんですけどね、一人で、あの一人暮らししてるので、どっか行く時とか、まあ、こっちに友達いないから、メンバーしか、メンバーとしか話したことある人ね、私関東出身なので友達関東にしかいないから、そう、関西でオフの時とか基本一人なんですけど、そう、メンバーと会ったりするけど、で、まあ、一人でどこでも行けるようになりたいなとは思ってたから、一回カラオケも行ったことあって、一人、それは行けたんですよ、個室だから。けど映画館は周りに人がいるから、そう、恥ずかしかったし、ちょっとあのメンバーに、あの、なんだっけ、東京言っていいのか分かんないけど、それをが面白いって話になったから、それを見に行ったんですけどね、もう怖くて怖くて、ちょっとグロかったんですよね、多分、そ、多分っていうかグロくて、そう、東京グール見に行ったんですけど、もう私には多分ダメでしたね。そう、ダメで、いやでもめっちゃ面白かったんですけど、内容的には。そう、多分血とかが苦手な方とかはちょっとやめた方がいいと思います。あれは一人じゃダメだと思う。一人はダメだなって。そう、あれは一人で見に行ったのは間違いだったかなって。で、私はミニオンを見ればよかったなってすごい後悔してます。そう、そう、めっちゃ怖かった。どんなジャンルが好き？映画は私刑事物が好きで昔からなんですけど、そう、あのドラマとかも刑事系がめっちゃ好きで、ミステリーな感じ、絵本、あの小説も本が好きだった。
そういう本の方が。だけどだからああいう血みたいなのはちょっとダメ。そうミニオンはちょっとこう一人だと恥ずかしいなって思って面白いって言われてた、そう聞いてたし面白そうだったから予告とか見て見に行ったけど、ちょっと私にはちょっと大変だった。そうなんかもともとですね、あのねすごいテレビとか見てても一人でテレビ見ててもめっちゃ反応しちゃう人なんですよ。一人で例えば面白かったら顔が笑っちゃったり、あとはなんかすごい怖い話してたら顔もこわばったり、泣いてるシーン見てたら顔もってなったりっていう人なんですね。もともと多分人に言われるまで気づかなかったんですけど、なんか人の会話聞いててもそうだからなんかシステムそうらしくて、こう例えばじゃありかちゃんとしおりちゃんが2人でこう寂しい話をしてました、でそれを遠くから聞いてるのに私まで感情を入れすぎてこう顔がスンってなってることがあるってよく言われるんですけど、めっちゃ恥ずかしくないですか。そうでもまあそうだからその映画見てる時とかも、まあ、いつもそうなんですけど、映画は友達と見に行ってても怖い話の時とかはあの本当にこうビクッとか普通に体が動いてしまうから、普通に見てて、そうだからその子に迷惑なんですよね、いつもすごいなのにそれを分かった上で今回一人で見に行ったから余計怖かった、しかも怖いものにしてしまったから一人でなんか動いててやばいやつみたいな、ちょっとやばいなと思って、ちょもうやめようと思いました。今度はちょ面白いのにしようと思ったけど、面白いのも多分一人で笑っちゃうからそれもそれでちょっと怖いから、怖い人みたいになっちゃうから、ちょっとね映画館はちょっと禁止かな、一人で映画は。そうあ動きますか、あ分かる分かるって言われてる。そうそうだからもらい泣きがすごいんですよね私。泣きそうになりますか、あよかった。そうなんです、なんか別に自分に関係ないことなのに人が泣いてんの見ると泣いてしまうから困る、なんかあんた関係ないじゃんみたいなところで泣いてよーね、嫌なやつすごい嫌ですそれ。そうあと泣いたらねこう一粒出たらもう止まんない人なんですよ、止めても。これはそういうのも嫌だ、鼻も赤くなる。一人まるまるどこまでできる、そうそれはね今検証中でね、一人映画はダメでしたってことが分かった。そうでも一人ご飯は多分いける、で一人カラオケもいける、いけますね意外と。そう私でもあんまりね一人での行動好きじゃなかったんですけどね、そう最近はいけるようになった、びっくりした。一人焼肉、うわーそれはちょっと厳しい、それは厳しいですな。一人ラーメンは多分なんか個室だったらいけるんですよね。個室系ならいける。あ確かに、でもファン時代は確かに一人で会場握手会とか行ってたからそういうのは大丈夫なんです。一人買い物とかはもう大丈夫だったけど、そうでもその会場行ってファン同士のお友達といる時だったらご飯も食べれたけど、一人で会場行って一人でお昼は食べれない人だったから昔はすごい我慢してそのまま夜帰ったりとかしてた気がする。あとはちょっと洒落たスタバならまだ恥ずかしくないかなとか言ってそこ入ったりとかしてたかな。でその後はまあいろいろお買い物して3日間、今度11、12、13日に握手会があるので、その握手会の服を決めるために雑誌を買ってちょっと参考にしつつ考えてました。そうでも今回3日間は買わなかったんだよな。そう
そう、11、12、1、なんででしょうね。11、12、13ですね。日にマーク司会やつ決めていました。そうそう、今日はこれチャンピオンの T シャツ、これもいただき物です。ありがとう、お気に入り。そうで、3日間も初めて、ずっと握手会のために取っておいたお洋服たちも着ていきます。おい小島は生きてますせー、私は生きてるお聞こえたか。でも、もっとちょっと画質がひどくなったら言ってくださいね。生きてます。生きてます、生きてます。画質はいい？あ、良かったですね。イヤリングです。イヤリング、こういうなんか透明のやつ、なんピアスね、絶対開けたいんですけどね、多分無理だと思う、怖くて開けれない人。どうだ、よいしょ、どうですか。どうしよう、携帯に変えた。やっぱりこっちがいいんですね。生き返りましたか。どうですか。今はちょっと止めてしまった。来た。動いた、よかった。また止まったら言ってください。いけそう。よかった。アルバムのポスター飾った。おー、ありがとうございます。そっか、なんか今回はアルバムにポスターがあるって聞きました。そう、親が買ってた。パンダじゃない、スヌーピーです。時を止める少女。いいですね。今度個人の握手会行きます。待ってます、待ってますよ。当日券も使えますので、多分待っておりましょう。一人暮らし楽しいですか。楽しい、今は慣れましたけど、一人の方が楽ですけどね。最初はね、もう何もできなかったかもしれない。シャメ会行くよ、待ってます。シャメ会、あ、アルバムか、 NMB のアルバムか、待ってます。
11月に初めて行く。おお、握手会事故ったらどうしよう。大丈夫ですよ、事故るとかないですから。あるかもしれないけどそう、握手会あるあるですけどね。うわやばい事故ったみたいな。もう大丈夫です、大丈夫。早く握手始めて。おお、初めて。緊張しますか？全然大丈夫。初めての時事故った。え、そうですか？そう？そういう経験ある？あるかな？事故った時あるかな？でももう覚えてないかな。女の子のファンって嬉しいですか？もちろんです。私もそうでしたしね。巻き込み事故、あるあるねあるあるね。モモルンは初めましてを言い終わる前に10秒経つって言ってたやばい、初めましてそんなわけ。まあモモルンは癒される場所でしょうね、きっと。握手、私は癒しはできないかもしれないけど、そう、楽しみましょう握手ね。かりんちゃん推しの友達と毎回連番に行くのが楽しみ。あー嬉しい。なんか最初はやっぱりこう一人の方とか多かったけど、こうどんどんこじらせ隊の皆さん同士が仲良くなっていって、連番とかしてくれるのすごく嬉しいです。ありがとうございます。楽しい、みんなと話すの。止まりました。48グループ好きになって10年の女の子、すごいな。10年、すごい長いですね。すごいな。うん、初めましての時に中学生に間違えられたことはまだ覚えすみませんすみませんやんですん、 20歳過ぎの女でもこれじゃ何言ってきて、待ってます。もう年齢関係ないですよ。懐かしいね。もう1年経ちますもんね、握手してから。一番最初にしたのが僕はいないだっけかな、のタワレコ発売記念ミニ握手会やつが初めてで、その時から来てくださってる方もいて嬉しい。中3の女の子ですが大丈夫ですか？待ってます。私も中3の受験終わりから行き始めましたよ。そう、受験があって、受験か、そう、受験があったから最初は行けてなかった。受験終わってから行っていいって約束で行ったね。1年早いですね。
女の子専用ゾーンみたいなのあります。私の時は今どうかわかんないけど、私の時はあの会場に入る前にこう持ち物検査があるんですよ。そこは女の子専用のレーンがありますけど、その後は一緒かな。うん、だからなんか一番最初多分怖いと思う。あ、今もあるみたいですよ。そういいのかって思う女の子多いと思うんですけど、そう大丈夫です、もう優しい人ばっかりね。ちょっと怖いって思う、あ、思いますよね。大丈夫。私もでも私まあ一発目から一人で行ったんですよ。そう一発目はやっぱ友達がいないから、ファンオタク友達がいなかったから一人で行ったけど全然怖くなかった。そうで、しかも分かりやすいんですよ結構。あの剣を持ってたら、あの握手会の剣止まる？止まってますか？そうこう握手会の剣を持ってったらまずは中に入れるんですけど、その持ち物検査して、でその後はもう本当にその時間券に書いてある受付時間内に並んで自分の身分証明書をスタッフさんに見せる場所があるので見せて並んで握手するだけ。あっという間だし簡単だし、それだけで会えちゃうので大丈夫です、安心して。ね、最初は怖いですからね、わかるんですよ、わかるわかる。待ってます。私のレーンの皆さんは優しい方ばっかり、カモンカモンねえ皆さん、善悪は人が多いからちょっと怖いんじゃないですか。私善悪行かなかったんですよね。善悪行かなかった、善悪はなんかいつも何かと被ってて行けなくって、個別しか行かなかったけど、善悪はいつもなんか人が多い、すごい多いイメージ。初めて行った時話せなかった握手会。あ、私もです。でも私も初めての握手会何も喋れなかった。めっちゃ考えていくじゃないですか、喋る内容だけど、言い終わっちゃって時間内にはっってなるでもメンバーさんはちゃんと話しかけてくれるから優しいし、 NMB はもうねみんな優しいから来てください。善悪はまとめが楽しいですってそうなんですか。確かに個別でも、個別もそっか、善悪は誰にでもまとめができるからかね。個別はね結構枚数がかけられてますもんね。うんうん、目痛い。初めての握手はね、実は山田奈々さんなんですよ。で、そう山田奈々さんが一番初めての握手会の日、握手会で一番初めてのは山田奈々さんです。ね、まさか山田さんの妹がとね同期になると本当ですね。そう、違うんです。なんか山田奈々さんが卒業しちゃう
くってすぐかりんが3月4月ぐらいだったからもうすぐ最後の握手みたいな時だったからそれがちょうど一発目が山田奈々さんでその次がさやかさんでしたね。懐かしいですね。もうみんなバラバラ。目が乾燥してきた。そう、4年前か。あー、4年前だって。うわー、早い。あっという間に時間が経つ。会ったことある方いると思います。そう、いましたもん。そう、結構この前の握手会の時にさやかさんの例の隣がで握手会してたんですね。でそうで、こう握手してたけど私のレーンはこうまあそう途切れた時に握手会の自分のレーンが途切れた時に隣のさやかさんのレーン見てたら、あ、見たことあるっていう人結構いて何人か。そう、あとは生写真のトレを一緒にしてた人とかこの前のコンサートにも来てくれてたし、そう、見たことある人結構います。陸泡でトレしたの覚えてる？どうでしょう、わからない。したかもしれないですね。顔見たらわかるかも。どんな気持ちなの？変な感じですよ。あ、私オタクだってなるオタクだったんですね、本当に。その時になんか思いますね。並ぶの人の顔覚えちゃいますよね、ずっとこう。しかも関東だったから関東の例の人をよく見ます。すれ違ってはいたんじゃないですかね、皆さんと。今でもオタク、はい、すみません、今でもオタクですね、はい今でもオタクですな、確かにね。トレイビしたいですね、本当に。いや、なんかこの前ね、すごいねびっくり、誕生日の時にいただいたものがありまして、一つのファイルの中にあずささんのランダムのコンプとさやかさんとココナがこう詰まった生写真のファイルをいただきまして、いや、もうで公演前に見たんですよ。なんかの公演の前、すごい公演がすごい続いてて B2 かなの公演がすごいいっぱい続いてた時に、あーちょっとやばいとかって思ってたら、それを見ただけで私は元気が出ました。本当にありがとうございます。そう、もうそれだけで私は元気がもうわーってなった回復回復。そう、嬉しかったです。オタクですね、オタクですねそう、明日はココナンの生誕祭。わー嬉しい、もう本当にね嬉しい。推しメンの生誕祭にいっぱい出れております。わーい、幸せ。メンバーの特権すぎますか？ね、おたともがレンに来ることはありますか？イエス、来てくれます。かりんちゃん握手会終わったらメンバーのレン並んでそうしたいものだけどね、できるものならしてますけれどもね。いつかじゃあしましょう動画会は緊張する。でも
動画会も好きだけど握手会が好きです。握手してる方が好きね。でも動画は残るからいいなとも思うけどな。詰め替えも緊張するからハードルが高い。うん、詰め替えも好き。あきら先生と握手したい劇場公演でこう運良ければあきら先生と会えるんではないですかね。お見送りしてくださってるから。かりんちゃんに初めて会った時見たことあるって言われたそう見たことあったんですよね。多分本当にあのね見たことあったんだと思う。そう、こういうことあります。結構こじりんね行きたい。待ってます待ってます。キネト様のアシャメ会、いや気づかなかったんですよ。多分着替えちゃっててすぐ、そう反省会反省会とか多分思ってたんでしょうね。すぐ着替えちゃって気づいたらシャメ会は終わっていました。コンサート先生が後ろにいたんですか。あ、それは緊張しますね。確かに。あ、アンコールじゃない時にやってたのか。じゃ気づかなかっただけかな。ただただキネト様会えましたよ。一緒のステージでこう小島に似た人も踊ってたと思うんですけど、そう私の弟私はどういう設定でいいんだろう。キネト様の子分なわけですけど、あのバックダンサー6人、そう私の弟っていう設定でいいのかなそうそうそう、うん、がね、踊ってたと思うんですけどね。弟もなんか写真撮り忘れたんでしんどいしんどい。そう、名前どうしますか。何がいいかな。どうしよう、かっこいい名前がいいな。じわじわくる。こじやだ、こじおとかかりおとかちょっとかっこ悪いからもうちょっといいのにしましょうよ。あ、こじと、あいいですね。こじと、こじとが上の名前面白い。こじと、違う、こじと何々でしょうね。あ、小島小じと、ちょっとちょっと違う。あ、アンジャッシュ小じと、まあかっこいいかもしれない。じゃあ小じとで、イエーイ。そう、私の弟小じとがキネト様の子分でこうね一緒に踊ってたんですけどね。どうでした？皆さん見てくれましたか？映ってましたか小じと？あ、カリオもいいな。小じとカリオにしよう。コジとカリオはどうでしたか。お店通う、おー嬉しい。
ね、最後になキネト様のイベントがあったらいいのにな。なんか一回発売された時にキネト様のこうライブみたいなのがあったんですよ。知ってますか？劇場でこう踊って、あのキネトっていうコールまで決めたあの日のことを、私は、まあ、舞台裏にいたわけですけどね。1位指名で言ってくれる。お、待ってます。また会ったらいいんですね。コジとカリオ、そう、本当にあの時はもう黄色い歓声を初めてもらって、いつもはこう黄色ではないから、なんて言うんですか、いつものコールはすごい温かいコールだけど、キャーはなかったから、もうこれが黄色い歓声というものなんだ、歓声っていうものなんだって思った。黄色ですよね。あ、声援か、そうそう、キャーはないじゃないですか。いつもおーっていう温かいのが多いけど、キャーはないんですよ。そう、キャーはないじゃないですか。そうそう、新しい、いやすごいよ、桃花さんが、桃花さんじゃない、キネト様がすごいよ。キャーはちょっとダメダメダメだってさ、幕開いてさ、公演目撃者の幕開いてさ、キャーもちょっと違くないですかね、ちょっとねまた雰囲気が全然違うと思いますけどね、まあ、でも新鮮ですごい嬉しかった。うん、鳥肌立ちましたね。わかる。それはそれで面白いですよね。目撃者でキャーもいいけど、でも確かに女の子はキャーなのかな。女の子はキャーか。公園とかで恥ずかしくてなかなか声が出せない。うん、わかります、わかります。私も最初そうだった。コンサートとかはもうなんか人任せにしてしまってたけど、コールとかだけど、あ、やばいやばい、充電器のコードが、あー、切れてる、ガビーン、すごいことに気づいたよ私は。うん、今何の話してたっけ。充電器じゃなくて、あ、そう、コールか。そうけど、充電器じゃない間違えた。コールは、まあ、そう、でもできるようになってくるとすごく楽しくって、自然と声が出てきますよね。そうね、こうやって少しずつでいいからコールできるようになったらすごい楽しいと思います。そうだけど、わかる、言いたいけどね、わかりますよ、大丈夫、私も女の子だから、男の方でもね、こう見てるのが楽しいっていうのもわかります。だって見てるだけで楽しいしね、楽しいですしね。そう、でもそのコールできるようになったらそれはそれで楽しいと思いますよ。メンバーもやっぱ嬉しいですしね。あとはうちわとかペンライトとか、そう、ボードってすごい本当に嬉しいんだなって、メンバーになってすごい分かるようになりました。ファンの時も自分が、なんだろう、あ、今日はもうちょっと作れなかったからいいやって思って行っちゃう時とか結構あったけど、やっぱあるだけでメンバーはすごい嬉しいです。今ね、今はすごく嬉しいって思うから、
ペンライトも嬉しいですよ。そう、なんかうちわがあるだけでやっぱ目がいくし、自分の名前があると。だから公演中になかなか、公演中は全部見えるからあれですけど、コンサートは結構遠かったりするとうちわがある方が、そう、目がいくかな。だからきっとその方がファンじゃないや、推しメンのメンバーさんに見てもらいやすいかもしれないです。こう NMB のファンの皆さんに言ってるけど、そう方がいいかなって思います。メンバーとしてはね、ファンとしても。お、え、もうツアーの当選出てるんですか。はいや、早いですね。でもあと1ヶ月くらいか。待ってます、横浜。わあ嬉しい。そう、横浜は本当に嬉しいな。私、大島さんでも嬉しいですよ。いないですからね、大島さんって。なかなか46分55分になったら順位発表します。あれ、まだ、なんだろう、当たったらってことか。当たったら行くねってことか。で、申し込みの締め切り、まだ申し込み中ですか今。早いな。でもへえ、待ってます、待ってます。客席って結構見える。見えますよ。そう、なんか私はもう自分がファンの時に見えるって言うけど見えないだろうって思ってたけど、いつもコンサートの時とか本当に一番後ろとかめっちゃ多くって、うちは作ってったのにとか結構多かったけど、あの本当にこの前の外周の時とかは本当に一番下から一番上まで見れて、ね、上にいた人結構今見てくださってる中の私のことを握手会来てくださる方とかでも、ね、一番上にいた方も見えましたし、未だにそう思ってますか。うん、見えますよ。そう、見たよ。アリーナにいましたよね。アリーナで見た見た。そう、やっぱ人が多いからなかなかこう見にくいことは確かにあるけど、自分のうちは思ってたらコンサートは、うん、見やすい。劇場公演はできる限り一人一人のを見れるようにと思いながら公演はしてるんですけど、コンサートはな、全部ってなるとちょっとなかなかね難しいから。でもすごい見えるんですよ、これはまたびっくり。初めてコンサートがミルキーさんの卒業コンサートだったんですけど、もう、あ、見えるんだって思って、そう、嬉しかったです。見えます。ココナのボード出したらレスくれたよね、ありがとう。そう、もうココナにも反応してしまうっていうね。ココナ、サイリウムだけは見つけづらい。そうですね、コンサートは、うん、難しいのかな。でも気づいたら絶対見える。見えるのは見えます。ただコンサート人が多いから、こう、なんだろう、見つけやすいポイントがあったら絶対メンバーは見やすいよって思うかな。今どうサインな、うん、からん、すぐ見つけてくれたもん。スケブ見つけました。目はいいの、コンタクトしてるので目は見えております。あ、今どこにいるの？お家。
大島うちはありましたか。ありました。2日目はアリーナの1列目とかかな、2列目とかの前の方に大島さんってありましたよ見ました、見ました。埼玉なおじゃない、大阪なお。スケブとうちはどっちが見やすい。どっちも、どっちも良い。うちはつくの楽しい。わかります、私も作ってた。そう作ってた。あ、写真あるけど携帯でやってるから見せられない。普通にオタクしてたっていうのはありますよ。うちわの写真ある。見切れ席で打ち合わせた。おー嬉しい、ありがとうございます。見たいですか。誰のうちわだと思いますか恥ずかしいんですよ。でも本当に本当に恥ずかしい。そう今ってなってはもうメンバーとして今は活動してるからこそ恥ずかしい。いや本当に自分って思って。そうさやかさんです。さやかさんのうちわを作ってた。さやかさんの愛犬ネオンさんをつけたうちわ作ってましたわ。懐かしい。他のメンバーのはね作ってなかったかな。なんか初めて行った埼玉スーパーアリーナが NMB の時はさやかさん推しだったとかで、さやかさんしか作ってないんですよ。あの AKB のお台場の時のチーム K のお台場の時に茂木さんのうちは作ったかなぐらい。でもその写真はもうどこにもなかった。写真撮らなかったのと。私もその時いた。やだ恥ずかしい。そう新喜劇とかありましたよね。そうそう楽しかった。お台場いました。やだ恥ずかしいあー、すごい。私もチーム K の行ってました。だって合ってますね。じゃあこういうの結構多くてですね、私あのね研究生公演の新聞で今まで行った握手会の部数部の時間帯とかも全部まとめた新聞を作ってあるので、そうそれを見ていただいたら、まあ、どこにある今あるか分かんないけど見ていただいたら多分あこれいたみたいなの結構あると思います。同じレーン並んでたとかあると思います、あると思いますいやだもう今日ちょっとテンションがどうしよう。よしあと1分。ね、知らぬ間にね連番してるかも。本当にしてたかもしれない。待ってますよ握手会の前にスクショタイム。あ忘れてた。はいチーズはいチーズ。はいよし順位発表します。13位、ちょっと待ってくださいね。チョチオさんありがとうございます。
続いて12位タッキーさん、ありがとうございます。11位カナピさん、ありがとうございます。10位トシさん、ありがとうございます。続いて9位ゆうちゃんサエンターさん、ありがとうございます。8位まーちゃんさん、ありがとうございます。7位おっくんさん、ありがとうございます。6位かずゆきさん、ありがとうございます。5位はやとさん、ありがとうございます。4位すずなりさん、お、すずなりさん、ありがとうございます。はじめまして。間違えた。3位こここじさん、ありがとうございます。2位こういちくん、ありがとうございます。1位はどもんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。終わったよ。じゃあ最後あと4分ある。明日ね、明日もできなくない。朝ですかね。朝ならできなくない。朝やりますよかね。じゃあ、噛んだ噛んだ。あ、順位変わった。読んでない人入ってたりしますか。読むだったらいる？大丈夫かな。合ってる？変わってない？いるかみんな。明日は朝は練習したいので、何時ぐらいが皆さん見やすいんだろう。今日は何時からやった？8時からやったけど、8時からやったっけ、9時から、5時半。キヤーキヤー。6時、8時、7時、全部だった、ほぼ全部だな。じゃあ残りの2分で投票しよう。1、6時、2、7時、7時、3、8時、4、9時。スタート。1、6時、2、なんて言った？1、6時、2、7時、3、8時、4、9時。6時、7時、8時、9時。6時、7時、8時、9時です。6時、7時、8時、9時。1、2、3、4ね。ストップ。で、2番、7時ですね。じゃあ7時にします。多かった7時。じゃあまた明日の7時にお会いしましょう。あと1分。バイバイ。さよなら。また明日7時ですね。バイバイ。